毎日彼がホームランを打つところを見たいね。僕は彼のハイライトを毎晩見るのが好きなんだよ。それに野球にとってスポーツにとっていいことだしね。世界中で彼のプレーが見られている。野球の発展に貢献してくれているんだ。このように語ったのはヤンキースの主砲であるアーロン・ジャッジ選手。またジャッジ選手は投手としてのリハビリをこなしながらも試合で結果を残している大谷選手に感心しているようです。彼が毎日やっていることは驚異的だ。特にトミー・ジョン手術から回復しているという状況なわけで、あれだけの本塁打を打っていて盗塁もするし、50-50に挑戦しているなんて驚異的なアスリートだ。ジャッジ選手はすでに50本以上の本塁打を記録し、自身が持つ62本塁打のア・リーグシーズン記録にどこまで迫れるかという状況ですが、大谷選手の活躍もチェックしているようですね。一方で大谷選手もジャッジ選手についてこのようなコメントを残しています。どういう点差でもどういう状況でも自分のバッティングを崩さずにやっているというのはとても印象的というか、見てて勉強になるなと思います。お互いを認め合う関係性を持つ2人は、今シーズンリーグが変わったことによって MVP を同時受賞するだろうと期待されています。しかし現在はその圧倒的な活躍をしている2人だからこそ、次のような議論まで展開されているようです。アーロン・ジャッジとショウヘイ・オオタニのどちらがより印象的なシーズンを過ごしている。このように投稿したのはアメリカ放送局 FOX スポーツの MLB 専門 X。 こうした大谷 VS ジャッジの構図はリーグが変わってもなくなることはないようです。それは両者が MLB を代表するスーパースターだからに他なりません。一方、当の本人たちは互いにリスペクトし合う関係性です。ジャッジ選手は大谷選手についてこのようにも語っていました。ライバルではなく友人、仲間の一人として切磋琢磨するのを楽しんでいるし、彼のファンでもあるんだ。大谷選手の一ファンだと話すジャッジ選手。さらにジャッジ選手と同じヤンキースの選手たちも大谷選手を高く評価しているようです。ジャッジ選手と2人で球界一のコンビだと評価されている強打者のフアン・ソト選手は、大谷選手についてこのように語っていました。同じチームでプレーしたい選手、大谷は間違いなくその一人だね。彼のやっていることを見るのは僕から見てもアメージング。とにかく素晴らしい選手だよ。またヤンキースのエースであるゲリット・コール投手は自ら大谷ファンを公言しており、次のように語っています。俺はとてつもない才能を持つショウヘイ・オオタニの大ファンだ。彼は明らかに才能豊か。パワーは桁違いだし、目と腕の強調も飛び抜けている。それにみんな忘れているかもしれないけど、彼は投手でもあるから、ピッチャーが何を考えているのか理解できるという唯一無二の優位性があるよね。その事実が彼を圧倒的な打者にしていると思うんだ。ということで、今回の動画ではヤンキースの選手たちのコメントを中心に、大谷選手の凄さについてたっぷりご紹介していきたいと思います。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速参りましょう。 MLB 公式でも白熱、大谷 VS ジャッジの勝負の行方は。 MLB 公式サイトは9月に入ってからこのような特集記事を掲載しました。ジャッジか大谷、より歴史的なシーズンを過ごしているのはどちらか。記事では記者やアナリスト、リポーターなど9人の有識者の意見が紹介されており、現地でも各メディアで激論が交わされている大谷・ジャッジ論争について独自の結果を発表しています。まず紹介されていたのは大谷派の意見です。大谷派の中には、これまで誰もやっていなかったことをやっているという唯一無二性を評価するコメントが並びました。大谷、彼は相変わらず史上初の 50-50 を狙うという、我々が文字通り今までに見たことがないことをしている。現在の野球界で最高の攻撃力を持つジャッジには申し訳ないが、ヤンキースのキャプテンが60本以上のホームランを繰り返し狙うことよりも、大谷のホームランや盗塁に対する毎晩の盛り上がりの方がシーズン終盤においてよりスリリングでドラマチックなものになるだろう。ジャッジが63本塁打に到達し、自身のアメリカンリーグ記録を破るには非常に困難な努力が必要だ。しかし大谷はすでにこれまでにないことを成し遂げている。たとえ 50-50 に届かなくても、ここから彼が記録する全ての本塁打と盗塁は以前は存在しなかったクラブを作り出す。
一方、ジャッジ派の意見もあります。ジャッジ派の中には圧倒的なホームラン数の多さや盗塁の価値についての評価が目立ちました。ジャッジはおそらく史上最高の右バッターシーズンを迎える勢いだ。彼がア・リーグの本塁打記録を破るかは別として、これは歴史的なこと。大谷の 50-50 シーズンの可能性は驚くべきものだが、新しいルールの変更で盗塁数が上がったので、私の心には少し疑問符がある。ジャッジは前例のないことを成し遂げるチャンスがある。それは複数シーズンで OPS プラス210以上で60本塁打を打つこと。シーズンでこの数字を1回達成したのはベーブ・ルース1927年、マーク・マグワイア1998年、バリー・ボンズ2001年だけ。議論は双方が譲らない互角の展開が続きましたが、結果は大谷派が5人、ジャッジ派が4人とわずかではありましたが、大谷選手に軍配が上がりました。 MLB 公式サイトはこのように記事を締めくくっています。私たちのパネリストが選んだものは、私たちの焦点がいかに現実的なものであるかを示している。二刀流の大谷の活躍はジャッジのシーズンを上回り、今年は打席で圧倒的な強さを発揮している。さらにフォックススポーツでも同様のテーマで特集が組まれていました。フォックススポーツの公式 X で投稿された動画の中では、2005年にマーリンズで22勝を挙げて最多勝に輝いた名投手ドントレル・ウィルス氏と、元ドジャースで1992年の新人王エリック・キャロス氏が議論を交わしていました。ウィルス氏は、私は翔平大谷のことが好きだけどと前置きした上で、ジャッジ選手に1票。その理由をこのように語りました。アーロン・ジャッジは60号と140打点を達成する可能性がある。投手に深刻なダメージを与えることができるし、打率を残すこともできる。長打だけの打者ではなく、シーズン通して活躍することができる。一方、キャロス氏は大谷選手に1票を入れました。その理由についてはこのようにコメントしています。ドジャースにとって重要な選手なんだ。特におそらく MVP レースの先頭を走っていたムーキー・ベッツが手首の骨折で離脱した時、大谷が1番を務めてドジャースを引っ張ったんだ。大谷の盗塁は印象に残るし、本塁打もそう。しかもまだそれが続いているんだ。このような大谷 VS ジャッジの論争は現地のあらゆるメディアで行われているようです。シーズン終盤に向けてさらに白熱していきそうですね。彼のホームランを見るのは楽しいんだ。ヤンキースジャッジが語った大谷とのレベルの違い。大谷 VS ジャッジ論争が盛り上がる中、 MLB ホームランキングを独走するジャッジ選手は大谷選手の活躍に脱帽。ファン目線で称賛コメントを残しています。毎日彼がホームランを打つところを見たいね。僕は彼のハイライトを毎晩見るのが好きなんだよ。それに野球にとってスポーツにとっていいことだしね。世界中で彼のプレーが見られている。野球の発展に貢献してくれているんだ。ジャッジ選手は大谷選手の球界への貢献度も高く評価しているのですね。またジャッジ選手は投手としてのリハビリをこなしながらも試合で結果を残している大谷選手に感心しているようです。彼が毎日やっていることは驚異的だ。特にトミー・ジョン手術から回復しているという状況なわけで、打率3割以上打っている。ホームランや打点だったり盗塁もするし、驚異的なアスリートだ。そして自分自身にはこんな離れ技はできないと、ただただ驚かされている心境を明かしています。トミー・ジョン手術から回復する中で打席に立ち続けることは非常に過酷なリハビリのプロセスだし、体にも苦労の多いことだ。それでも彼の見せるスイングというか、本塁打を打つ姿や左翼、右翼、中堅に打ち分けるところはアメージングだよ。そんなことは僕にできるとは思わないね。もし彼が三冠王を取ったらかなり素晴らしいことだね。 MLB のホームラン記録を持つジャッジ選手でさえも大谷選手のパフォーマンスには脱帽するほかないようですね。ジャッジ選手はこれまでにも大谷選手を絶賛し、その凄さに感心し続けてきました。バッティングフォームについても大谷選手が理想だと語り、このように称えています。トゥータップ、つま先をつく打法について彼と話をしてみたい。彼はじっくりボールを引きつけて打っているし、全方向に長打が打てる。
ジャッジ選手は大谷選手の打席を録画し、フォームを研究しているとのこと。それでも簡単に習得できるものではないと語っています。たくさん参考になる部分に気づいて、自分の携帯電話にビデオ録画している。下半身の動きだけどね。動きを真似して同じフィーリングを自分にも叩き込んでいるよ。実際に少しやってみたけど、まだ習得できていない。あと 2,3 年かかると思う。そしてジャッジ選手は大谷選手の技術だけではなく、フィジカルとパワーについても絶賛していました。フィジカル、肉体面で言えばシーズンで80本、100本でも打てるよ。それぐらいの才能がある。技術とパワーを持ち合わせた大谷選手をジャッジ選手は世の中で最高の選手だと表現していました。そして彼はその最高の選手と共に競い合える環境を楽しんでいるようです。表現するのが難しい。彼はものすごい才能を持っている。彼と同じ場所にいられること、そしてここで彼のプレーを見ることが光栄なんだ。リーグを代表するホームランバッター同士の対決はこれからも続いていくことでしょう。また2025年には投手として復帰した大谷選手と対戦する機会もあるかもしれません。2人のスター選手の活躍からは今後も目が離せませんね。お互いをリスペクトしている大谷とジャッジ。今シーズン6月に行われたドジャースとヤンキースの試合では、ジャッジ選手が大谷選手について語ったインタビューの内容が話題になりました。ジャッジ選手のインタビュー動画を公開したのはニューヨーク地元放送局 SNY。 公式 X ではこのような文面を添えていました。アーロン・ジャッジは大谷を世の中で最高の選手と呼ぶ。彼はこの先ヤンキースが大谷とドジャースに会う機会があることを願っている。映像の中でジャッジ選手は6月10日の対戦で大谷選手が浅いタイトフライでタッチアップを成功させたシーンを回想。ライトを守るジャッジ選手の返球をかいくぐりホームへ生還したことを踏まえ、大谷選手についてこのようなコメントを残していました。なんという見事な選手だ。彼は広角に打っていたし、状態に問題がないときは投げて彼らしいことをやってのける。そして短いフライでも三塁からああやってタッチアップできる。彼は世の中で最高の選手だ。機会があればこの先また彼に会いたい。この映像には様々な声が届きました。ジャッジは謙虚なだけ、ベストプレイヤーはジャッジあなただなど、ジャッジ選手の謙虚なコメントについて称賛の声も届いていたほどです。一方の大谷選手ですが、本塁打でリーグトップを独走するジャッジ選手の印象について、スポーツ専門局 ESPN のインタビューに応じた際にこのように話しています。でかいなって思います。毎年見てますけど見慣れないサイズですし、それだけで印象的ですけど、打席でもどういう点差でもどういう状況でも自分のバッティングを崩さずにやっているというのはとても印象的というか、見てて勉強になるなと思います。大谷選手はジャッジ選手の自分のバッティングを崩さない姿勢に称賛の声を送りました。メジャーを代表する2人のホームランバッター、お互いにその実力を認め合い、ライバルとしてこれからも高次元での戦いを繰り広げてくれそうですね。私たちは彼に感謝すべきなんだ。元野軍コーチが語る大谷翔平の真の価値。ジャッジ選手も高く評価する大谷選手の打者としての才能には現地でも称賛が絶えません。2023年シーズンにヤンキースの打撃コーチを務めた経験も持つショーン・ケイシー氏は、 MLB 公式ネット局 MLB ネットワークの番組内で大谷選手について言及。 MLB 初となる DH 専門として MVP にも迫る打者としてのポテンシャルをこのように評価しました。彼のやっていることは本当に信じられないことなんだ。また議論の一つとなっているのが大谷選手の盗塁の価値です。2023年シーズンから投手による牽制回数の制限やベースサイズの拡大といったルール変更が行われました。これによって現在の MLB は走者有利の環境となっています。その中で増加した大谷選手の盗塁を今までより楽になったからだと断じる否定的な意見もあるのです。しかしその否定的な意見に対してケイシー氏はこのように真っ向から反論していました。そもそものルールは変わっていないし、メジャーリーグで盗塁することは簡単じゃない。決して簡単じゃないんだ。ケイシー氏は
大谷選手が見せる足での躍動についても高く評価しているようですね。さらに番組の MC を務めるグレッグ・アムシンガー氏は、こうした大谷選手を否定するような意見についてこのようにコメントしています。ここからアンチ大谷の声は出てくると思う。でも人々は目の前で起きている物事を正確に理解すべきですよね。これに対しケイシー氏は、全くその通りだと同調。そしてこのように続けました。私たちは彼の偉大さに感謝すべきだ。アンチや否定的な意見を語る人がいることも知っているが、率直に翔平がやろうとしている 50-50 を信じられるかと言いたい。50盗塁もすることがどれだけ難しいか、そして50本もホームランを打つなんて別次元のことだ。本当に評価すべきだ。ケイシー氏は単なる成績だけではなく、そのプレーがどれだけの人々の記憶に残るか、どれだけのインパクトがあるのかといったところに真の価値を見出しているようです。現在 MVP 論争の中では攻撃守備の貢献度を示す WAR が重要視されていますが、こうした WAR の数値に残らない歴史的価値についても今一度議論が必要な気がしますね。彼と一緒にプレーしたいんだ。フアン・ソトが語る大谷翔平の存在感。同じチームでプレーしたい選手、大谷は間違いなくその一人だね。このように語ったのはヤンキースの若き主砲フアン・ソト選手です。25歳の若さでシルバースラッガー賞を4度獲得している希代のスラッガーは、現地メディアの取材に対しはにかみながらこのように続けました。彼はナ・リーグに移籍しちゃって、僕はア・リーグだからちょっと難しいね。ソト選手は開幕前にパドレスからヤンキースに移籍、今シーズン終了後に FA となるため、オフには一大争奪戦が展開されると見られています。ドジャース専門メディアドジャースネーションは、ソトと大谷が同じチームにいればリーグ史上最高のコンビの一つになるだろう、状況として今オフに実現する可能性はあるとした上でこのように伝えました。ソトは契約最終の年でシーズン終了後に FA になる予定だ。ドジャースは昨オフに10億ドル以上を費やしたが、さらに今オフも5億ドル以上を費やすのだろうか。どうなるかは分からないが、ドジャースのファンにとっては考えるだけで楽しいはずだ。大谷選手とプレーしたいというソト選手の発言にはヤンキースファンもざわついたとのこと。今オフに FA となる状況も相まって、ファンも気が気でなかったようですね。ソト選手は過去にも大谷選手を絶賛しており、その実力を大いに認めていることがわかります。とにかく素晴らしい選手、まだ彼をよく知る機会はないんだけど、本当にナイスガイだと聞いている。彼のやっていることを見るのは僕から見てもアメージングだと思っているよ。ソト選手は大谷選手の凄さに驚かされ、その活躍を期待しているからこそ一緒にプレーしたいとラブコールを送ったのでしょうね。ソト選手が大谷選手の凄さを初めて目の当たりにしたのが2021年のオールスターで行われたホームランダービーだったのではないでしょうか。1回戦で対決した2人は再延長までもつれ込む壮絶な戦いを披露。最終的に大激戦を制したソト選手は大谷選手と笑顔で抱き合い健闘を称えました。彼にリスペクトを示したかった。競争が終わったら僕たちはフレンズだ。そしてダービー中に見た大谷選手のバッティングについてはこのように語っていました。任されると思ったよ。7本8本と連続で叩き込んでいたからね。彼はアメージングだよ。彼の打球は全部爆弾だ。弱いホームランは1本もない。彼が打った打球は全部遥か遠くへ飛んでいくんだ。目の前で見た大谷選手のパワーにソト選手も驚かされたようですね。そしてこの年には MVP を獲得し、二刀流としての快進撃を見せてきた大谷選手、ソト選手が魅了されるのもよくわかりますよね。翔平のファンだよ。野軍エース1ゲリット・コールが語る大谷翔平の魅力。僕には彼のやっていることが考えられない。本当にすごい。このように大谷選手を称賛したのはヤンキースのエースゲリット・コール投手です。インタビューでは大谷選手の凄みを次のように評しました。僕が一番すごいなと思うのは、大谷が常に両方投手打者をこなす準備をしっかりできていることだ。彼が両方の準備を楽しんでやっているのは明らかだよね。つまり負担とは思っていないんだ。あれはすごい。あと
それを可能にする優れた肉体を持っているところもすごいと思う。コール投手は大谷選手のプレーはもちろん、その裏にあるたゆまぬ努力を高く評価し、リスペクトしているようです。日々熾烈な戦いが繰り広げられる MLB の世界でキャリアを積んできたコール投手だからこそ、大谷選手の凄さを誰よりも実感しているのかもしれませんね。コール投手は大谷選手がメジャーに渡って1年目に衝撃を受けた投手の一人でもあります。打席でコール投手の投球を目の当たりにした大谷選手はこのように振り返っていました。いくら払ってでも経験する価値のあることなのかなと。それくらい素晴らしい投手。大谷選手もコール投手のことを非常にリスペクトしていることが伺えます。一方、コール投手は自ら大谷ファンを公言するほど大谷選手のプレーに魅了されているようです。俺はとてつもない才能を持つ翔平大谷の大ファンだ。俺も確かに彼のように強いボールを投げ込める。しかし彼のように打つことはできない。そして彼のように打てる選手もいるけど、その選手たちは彼のような球を投げることはできない。俺はただ座って応援しているだけなんだ。過去に対戦した際にはベンチの最前列で大谷選手の投球に見とれてしまったこともあるそうです。本当にファン目線で大谷選手を見ていることが伝わってきますよね。また現地のインタビューでコール投手は大谷選手ならではの得意性について言及。大谷選手にしかできない唯一無二の戦い方をこのように評価しました。彼は才能豊か。パワーは桁違いだし、目と腕の強調も飛び抜けている。それに彼は投手でもあるから、ピッチャーが何を考えているのか理解できるという唯一無二の優位性があるよね。それと同時に圧倒的な打者でもあって、両方を熟知している。さらにコール投手は大谷選手の影響力の大きさにも脱帽させられているようです。インタビューではこのように語っていました。正直に言って、次の世代の野球選手たちを感化させる存在だよ。そしてコール投手は夢の実現というテーマで大谷選手についてコメントしていたこともありました。僕らは投手だけや野手だけで野球を始めるわけではない。みんな投打の両方か複数ポジションでプレーしたいと思っている。野球をしている子供たちは全部やりたいと思うだろう。例えば左投手が遊撃手でもプレーするとか、単純に投手であろうが打者であろうが夢は実現できるもの。大谷はそれをエリートレベルでやっている。彼を見て刺激を受けて、次世代の選手が大きな夢を持ち続けてほしいね。今年で34歳を迎えたベテランのコール投手は、球界の未来について考える機会も増えていることでしょう。そんな中、子供たちの可能性を最大限に広げ続ける大谷選手の存在は非常に大きなものがあります。コール投手もそんなスタープレイヤーの存在が球界の未来を明るく照らしてくれるだろうと考えているようですね。大谷の謙虚さに感銘を受けた CC サバシア氏。現役選手だけではなく、ヤンキースのレジェンド OB たちも大谷選手のことを高く評価しています。私が一番の大谷ファンかもしれないと自負するほどの浸水っぷりを見せているのが CC サバシア氏です。サバシア氏はヤンキースなどで活躍して、通算251勝を挙げ、2007年にはサイヤング賞を獲得。さらに最多勝のタイトルを2度も獲得している球界を代表する左腕の一人。大谷選手のことは2018年のメジャーデビュー以来ずっと注目しているらしく、大谷選手が先発する試合は欠かさずチェックしているのだといいます。現地の人気ポッドキャスト番組ザ・パット・マカフィーショーに出演した際には、大谷選手のことをこのように絶賛していました。彼はリーグトップ5の打者であり、投手としてもトップ5だ。しかも今は昔と比べて最高の選手が集まっている。105マイル、およそ169キロを投げる投手がいるんだ。打者は今まで飛ばしたことのないような場所に打つ選手がいる。彼はその中で最高の選手なんだ。サバシア氏が語っているように、現在の MLB には上げればキリがないほどの実力派選手たちが集結し、レベルの高い試合が日々行われています。そういった環境の中で大谷選手は打者としても投手としてもトップレベルに君臨してきたのですから、サバシア氏が絶賛しているのも納得ですよね。さらにサバシア氏は熱を込めてこのように続けています。彼は球界最速で、一番打球も飛ばし、一番速い球も投げる。彼は
リトルリーグでプレーしている。彼は最高の選手だ。このコメントに対して番組ホストのパット・マカフィー氏が、まるでジョークみたいだ、しかも人柄も謙虚らしいじゃないかと返すと、サバシア氏はこのように答えていました。うん、彼と何回か会話をしたことがあるけど、本当に謙虚だ。彼は毎日プレーするために何を準備しないといけないか理解している。クレイジーだよ。実際に大谷選手と何度か交流したことのあるサバシア氏は、大谷選手の人間性についても太鼓判を押しているようです。大谷翔平は国宝だ。ヤングンレジェンド OB も絶賛した大谷翔平のメンタル。メジャー通算696本塁打を放ったアレックス・ロドリゲス氏は、今年6月アメリカ放送局 FOX スポーツの番組 The Hard with Colin Coward に出演。大谷選手についてこのようなコメントを残しています。大谷は国宝だ。それについては疑問の余地はない。私が騒動に巻き込まれていた時、ヤンキースではなくて東京ジャイアンツでプレーしていたらよかったのにと思うよ。彼の対処ぶりは素晴らしかった。自身の薬物問題に揺れていた頃の経験を交えながら、大谷選手の対応力を称えたロドリゲス氏。今シーズンは大谷選手がグラウンド外のスキャンダルに巻き込まれるといったトラブルもありましたが、そんな中でも見事な対応をした大谷選手に感心していたようですね。もちろんロドリゲス氏は大谷選手のプレーについても言及しています。ロドリゲス氏は大谷選手の打撃についてこのような言葉で称賛していました。そうですね、最高の投手はカーショーだと思いますが、最高の打者は大谷だと思っています。こんなバッターは見たことがありません。ベーブ・ルースが一番近い存在だと思っています。さらに後日、デレク・ジーター氏、デビッド・オルティス氏の番組で共演した際には、大谷選手の打撃に対して驚きを口にしていました。この男は本当に信じられないほどすごい。打撃面ではまさにアーロン・ジャッジのような、投手としてはジャスティン・バーランダーのような年を送っている。デビッドとも昨日話していたが、我々はもう彼を形容する言葉に尽きてきているよね。もはや大谷選手を形容する言葉がないと話すロドリゲス氏。プレーはもちろん、グラウンド外の振る舞いまでも完璧な大谷選手にレジェンドも脱帽するしかないようです。またヤンキース一筋で通算3465安打を放ち、主将として長らく名門球団を支えたデレク・ジーター氏も大谷選手のメンタル面を高く評価していました。率直に申し上げて、大谷がフィールド上で成し遂げていることはフィジカルだけにとどまらない多くのことを必要とする。きっと精神的に誰よりもタフなんだろう。このようにフィジカルだけでなくメンタルも優れているからこそ数々の偉業を達成できるのだろうと語ったジーター氏。投打両面で実績を残してきたことについても驚きではないとコメントしていました。だからこそサイ・ヤング賞レベルのピッチングをしますし、 MVP だって獲得しました。彼、大谷が外野の声に惑わされないのは驚きではありません。さらにジーター氏は大谷選手の振る舞いがスター前としているとして高く評価していました。私が現役だった頃は取り上げられたことはシンプルに考えていました。気が散るのが嫌でしたからね。それは彼、大谷がしていることでもあります。何かあっても一度言及しただけで終わり、彼のすることすべてが私にとっては全く驚きではありません。ドジャースに入団した今シーズンはエンゼルス時代よりも積極的にメディア対応を行っている大谷選手。上昇軍団の中にいてプレッシャーも大きなものがあったでしょう。そんな中でもメンタルをフラットに保ち続ける強さが日々のプレーにつながっているのですね。最も印象的だったのは彼のスピードだ。アーロン・ブーン監督が語る大谷の異次元さ。あまりメディアで注目されることはないが、一番印象に残っているのは彼のスピードだ。他の能力が目立つけど、走らせれば誰よりも速い。彼が投手じゃなかったらセンターもできるだろうね。このように語ったのはヤンキースのアーロン・ブーン監督。大谷選手がエンゼルスに在籍時代、たびたび対戦をしていた経験から、そのスピードの速さを目の当たりにして足の速さに注目していました。ブーン監督は2018年シーズンからヤンキースを率いており、2018年、2019年と
2年連続で100勝以上を達成しており、就任後に2シーズン連続で100勝以上した MLB 史上初の監督となった名将です。大谷選手がドジャースに移籍してからは例年ほど対戦する機会は少なくなってしまいましたが、大谷選手の投打におけるパフォーマンスについては次のように語っています。彼がやっていることというのは本当に驚くべきことだ。マウンド上、そして打席で、それに加えてスピードもある。今までに見たことがない、もしくはこれからも見られないかもしれない、それくらいのスペシャルな才能だ。アーロン・ジャッジ選手など数々の名選手を見てきた名将をもってしても、彼はスペシャルな才能だと大谷選手を表現しました。2018年から7年にわたって大谷選手の活躍を見てきているブーン監督ですが、毎年打者として成長し続けてきた大谷選手について次のようにコメントしています。数年前に彼を初めて見た時、感銘を受けたことを覚えているが、そこからさらに上のレベルに行ったようだ。彼が打席に立つ時は怖いよ。得点圏にランナーがいる時は一塁へ歩かせることも選択肢に入る。ちなみに大谷選手が初めて MVP を獲得した2021年には、ヤンキース戦で2戦3発の本塁打を放ったことがありました。そして2021年の大谷選手の対ヤンキース戦での成績は19打数4安打4本塁打だったそうです。ヒットはすなわちホームランという怖すぎる打者ですよね。さらに2024年の今シーズンは、四球で歩かされたらすぐに盗塁で得点圏に進んでしまい、次を打つベッツ、フリーマンという強打者に回ってくるだけに、簡単に歩かせるわけにもいきません。アメリカメディアでは今シーズンワールドシリーズでヤンキース対ドジャースという夢の対戦が見られるかに注目が集まっています。ア・リーグ、ナ・リーグともにプレーオフを勝ち抜いていくのは決して簡単ではありませんが、もしその夢の対戦が実現すれば、大谷&ベッツのコンビとジャッジ&ソトという両チームの最強コンビの対戦にも注目が集まりそうです。投手陣に不安を抱えているドジャースですが、プレーオフでどんな試合を繰り広げてくれるのか、とても楽しみです。さて、いかがでしたか？今回の動画ではヤンキースの選手やレジェンド OB たちのコメントを中心にご紹介してきました。ライバルチームの選手たちが語る内容には非常に説得力がありますよね。大谷選手がチームの垣根を越えて MLB 全体で高く評価されていることが伝わってきます。いよいよ2024年シーズンも大詰め。 50-50 の達成とその記録の更新、 MVP 論争はより一層白熱していくこととなるでしょう。最後まで大谷選手をはじめとしたスター選手たちの活躍から目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またたくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。